背中の真ん中についているヒレが背びれ、そして3つあるヒレの中で一番大きなヒレがこの尾びれです。尾びれを動かす強力な筋力を持っていること。また体の形が理想的な流線形をして水の抵抗を受けにくいこと。これらにより水中を速いスピードで泳いだり高いジャンプをすることができると言われています。またクジラの仲間は縦についたヒレを上下に振って泳ぐドルフィンキックという泳ぎ方をしています。それでは実際に泳ぐスピードを見てみましょう。わー、天才。わー、天才。ここからは、オキシャン劇場のメンバーが運動能力を生かして様々な種目に挑戦します。
んちゃんは長崎県は壱岐の海から。